皆さんこんばんは、原田ゴルフ原田修平です。今日はですね、テーマはね、あとちょっと飛ばしたい。例えば、ライバルがいてね、このぐらいちょっとなんか負けてるみたいな、毎回ちょっと負けない、そこちょっとやるだけで、あと5ヤードでも飛ばしたいだけで、優越感に浸れるっていうね、こういう、風になりたい方、これ今日の話を聞いてちょっとだけ味付け変えてみましょう。これだけでですね、スイングのエネルギーというか、ボールに伝えるエネルギーが変わると、こんな話をしたいと思います。これ聞いた後に、あ、こんなことっていうふうに思うと思います。それぐらいちょっとしたことです。全員がやってることをちょっと味付け変えるだけで変わってくる、皆さんがやってること、ちょっと今日お話したいと思います。この話で、ね、最後の方に大事なことを言いますから、中間だけ聞いて、分かったっていうと大変なことになるので、必ず最後に聞いてください。これはね、何かというと、左の足の踏み込み方なんですね。踏み込み方、これ皆さんね、飛ばしに必要だってのは分かってると思うんですよ。こうやって構えて、ドライバーグッとこう踏み込んで飛ばしていくっていうね。でね、これね、踏み込み方ということで言うと、7割から8割、もっと言って9割方、踏み込み方間違ってる場合が多い。どういうことかというと、これ1点です。これはね、どういうことか、僕の踏み込み方、踏み込めない人ちょっと違いますね。何か、これは僕の踏み込み方は、これ踏み込んでますね。ってことは、今体重は 100% 左です。これは体重分散してますね。左にも踏み込めてるけど、右にも分散してる。そして頭の位置は後ろ。これね、頭の位置が後ろになるのは、ボールを打ち抜く時なんですよ。打ち抜く前の振り抜きの前の踏み込みの時はここでいいです。つまり少しこう背中側から下ろしていくと。これが分かってくると、しっかりと地面に杭を打ちつけるようなぐらい踏み込みます。で、踏み込んだら分かりますよね、踏んだ分踏み返しが来るんですよ。このエネルギー使います。踏み込むパワーとね、その反力、踏み込む強さがあればあるほど、もらえる力が、得られる力が大きくなるから、強く踏んだ方がいいんです。だけど、ここが強く踏めない人が多いんですね。ここの背中からっていうところ、もうちょっと掘り下げてみましょう。で、踏み込み方として、例えばこうやって踏むのと、もう一個がちょっとこう右腰が高くなって股関節がずれた状態ですね。ここで踏むのと、どっち強く踏めるか分かりますね、この状態です。なので、まあ、蹴りたかったら少しずらした状態で蹴る、踏み込むと。つまりトップの位置のまま踏み込むってことなんですよ。見ててください、トップの位置のままこう、これが結構できない人が多い。トップと思うじゃなくて、ダウンスイングで踏み込もうとするの。そうすると、ダウンスイングで踏み込んだら、もう手の位置こう来ちゃうわけ。そこから出てももう遅いんですよ。もうエネルギーをボールに伝えることはできない。伝えるのはここら辺になっちゃうわけ。ボールのところで最大になるためには、もう手がここにある時に踏み込めてなきゃダメ。そうすると、踏み返しの時にこうクラブが、ほら、踏み込んだ時にここ、じゃ踏み返しの時にこれ、ほら、伝わるでしょ。こういうエネルギーの、循環のやり方っていうのが重要になってくるので、股関節がずれた状態で、ずれてるかずれてないかのテクニックに関しては違う動画があるんで、概要欄に貼ってきますから、そちらの方を見ていただいて、股関節の使い方を理解してください。ずれた状態です、これポイントで。そうすると、左の肩がめちゃめちゃ低くなるってことがポイントなんですよ。2つ目の要素ね。つまり、この時に、バックスイングした時に踏めない踏み込み方は、踏めば踏むほど左肩が上がるんですよ、ね、踏めない、踏んでも弱いわけ。あ、強い。じゃあ、そのどのぐらい自分で踏めてるのかなっていうのがわからない人は、これを使ってください。ホースペダルというですね、プニプニがありますから、これ欲しい方、概要欄に貼ってありますから、これ結構いい練習なんですよ。
これをちょうど一番地面に踏みたい、この母子球のあたりですね、ここに置きます。でこの時に肩が低い状態でトップの位置、バックスイングは必ず左肩低いですからね、上がってる人いないですから、低い状態、ここからこの低いまま踏んでください。じゃあ今度はここから腰をスライドしてトップからダウンスイングの形をいきなり作っちゃうと踏めないですよ。このトップのまま倒れるように踏み込むと、かなり踏めると。でそうするとダウンスイングのところでかなりグッと踏めますから、そうするとこうスピードが出てくる、踏める感覚が出ますよってこと。はい、これが2つ目。ただこれね、今の1つ目と2つ目の要素、ここまで聞いて分かったっつって練習中行った人もうみんな多分ドスライスと球が上がらないとかもう悩んでしまうんで、ここからが最後ね、大事なところだから最後まで聞いてくださいね。これ最後はパラダゴルフからお知らせです。4月31日と8月1日の2日間大阪でのレッスン会が決まりました。場所は阪神ゴルフセンター大正店です。おなじみの場所ですが、この2日間やりますので、ぜひとも、大阪近辺の方、関西近辺の方、ぜひぜひ参加してみてください。3名の個別指導という形でたくさん時間はかかります。詳しくは概要欄に貼ってありますので、ま、SNS でもメールでもいいので、お申し込みいただければ嬉しいです。それではお待ちしております。踏んだものを踏み返すってこと、これをやらないとダメね。つまり踏んだら踏み返しの時にちょっとだけビハインドザボール、頭が後ろに行きます。これができないと最大の飛距離出ませんから、ロフトが下を向いたままで球が上がらなくなっちゃいますから、ここから返しでロフトが上向きます。でこの動作を入れてこそ距離が伸びるので、ここからバックスイングして踏み込んだら、今ちょっと頭が左に移動しましたよね。その瞬間にこの踏み返すエネルギーが逆側に行きます。この力を利用して打つということですね。なのでこれ聞いて分かった人いると思う、あっと思った人すごいいると思うんだけど、トップからダウンスイングでいきなりこの形で作る人が、踏み返し使う人が飛ばないの。一度踏み込んでから今の形、この形作って右足に乗せる。だから一つ足りないんですよ皆さんね、飛ばない人っていうのはね、一つ踏み込むという動作を入れてから返す、この動作を入れてください。これが分からないから、パワーが出ませんよ、もしくはやっても球が上がらないよってことになるわけ。はい、なので一度踏んで、ここのまず踏む動作が分かって、それから頭が後ろ、この時はスライドしていいですから、この後はスライドしていい。で分かったってね、思うて、これで分かるんだけど、ただね、一つ補足として覚えてほしいのは、腕と足が若干バラバラに使えるかどうかがポイントなんで、これもまた難しいんでね、どういうことかというと、少し踏み込んでから行くんで手がちょっと遅れてくるのね。踏み込む時にどうしても手が前に行っちゃうから、踏み込んでもまたここに手が存在してる、要するにトップの位置のまま、そこから踏み返す時に手が降りてくる。こうやって練習してください。踏み込んで、まあ、分かりやすいし、初めにヒールアップしたり足上げたりしながら踏み込んで、こうどうなるかっていうと、踏み込みながらなんでこうなっちゃう、頭が全然返れない、後ろに行けないんで、こういう形、これをしっかり理解すると飛距離が伸びてきますから、ここまでの練習をしっかりやってみてください。じゃあまとめちょっとお話ししていきます。飛ばしですね、飛ばしのポイント、あとちょっと飛ばしたい場合は踏み込む、まあ、この低い位置ってことで、背中から、そしてそこから踏んだら左肩が一番低いところから踏み返されて高く上がる、この時は多少上がっていかないと球が上がりませんから、そして頭を後ろ、ここから後ろ、この展開、これでちょっとやってみます。こんな感じ、ちょっと地面蹴ってる感覚がすごいするのね。
左足が踏めてる感覚が非常にします。こんな感じですね。地面の反力を使うというような飛距離の伸ばし方、今日ちょっとお話したんですけれども、体重移動の仕方を勘違いしてこうやってる方、ちょっと変えてみると、そうすると、動きが変わってくるし、とはいえこれが分かると他の人が言ってることの意味が分かりますから、あ、プロが言ってることとか、あの上級者上手い人がこうやってこういうよって言ってる意味とか言葉とか文脈が少しずつ理解できるので、ぜひちょっと練習してみてください。ということで、このチャンネルでは私のレッスン経験を毎日公開しているチャンネルですので、チャンネル登録、コメント、高評価をお願いいたします。あと遠隔のレッスンで、全国の、方とレッスン、ネットを通じてつながってますから、ぜひぜひですね、札幌じゃない方ね、札幌の方はもちろん札幌でレッスンしてますけど、他の方、ぜひぜひサロンを参加してみてください。それでは今日は動画最後まで見ていただきありがとうございます。もし良いと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もっとゴルフが上達したいという方はオンラインサロンに参加してみてください。 YouTube では語っていない有益な情報を発信しております。その他オンラインでのゴルフ指導も行っております。家でも学べる新しいゴルフスクール、原田ゴルフオンラインサロンもよろしくお願いいたします。